アーサー・ブルース・マクドナルドはカナダの物理学者でありサド・バリー・ニュートリノ観測研究所の所長である。彼はオンタリオ州キングストンのクイーンズ大学でソリューシテン体物理学の教授も務めている。彼は2015年にノーベル物理学賞をカジタ・タカアキと共同受賞したアート・マクドナルドとも呼ばれる。カナダのバスコシア州シドニーに生まれる。 1964年に物理学の学士号を、1965年に物理学の修士号を、それぞれ同州のダルハウジー大学で取得し、カリフォルニア工科大学で物理学の博士号を取得した。マクドナルドは1970年から1982年の間、オタワの北西にあるチョークリバー研究所に研究官として勤めた。 1982年から1989年の間、プリンストン大学で物理学の教授となった。その後、クイーンズ大学に移り、2015年現在は、同大学のユニバーシティリサーチチェアを務めている。ニュートリノが質量を持つか否かは素粒子物理学で長年研究されてきた問題だったが、質量を持つ可能性が1960年代後半から、 観測実験で示唆されるようになった。というのも、太陽はその理論モデル上、途方もない数のニュートリノを放出すると考えられたが、地球上にいくつかあるニュートリノ観測器は、その理論値より少ない数のニュートリノしか検出しないのが常だからである。ニュートリノは3種のタイプで到達するが、太陽からのニュートリノの検出器は主に電子ニュートリノしか検出できないため、 検出できないニュートリノがあるのは、それが変化したか振動して、検出器がほとんどあるいは全く検知できないからで、あろうというのが、長年の推測だった。そうしたニュートリノ振動が実際にあるならば、量子力学の理論上、ニュートリノには、質量がなければならない。2001年8月、サドバディ郊外地下2000メートルの深さにある鉱山に、作られたサドベリーニュートリノ観測所で、 マクドナルド率いる研究チームは太陽からの電子ニュートリノが実際にミューニュートリノとタウニュートリノへと振動していることを示唆する直接的な観測データを記録した。スノーの報告は2001年8月13日にフィジカルレビューレターズ誌で掲載され、その重要性は広く認められるところとなった。マクドナルドとトツカヨウジは2007年に ベンジャミン・フランクリンメダルの物理学部門をニュートリノという基地の3タイプの素粒子が十分な長距離を移動する中で相互に変化し、それらが質量を持つことを示したという理由で受賞した。ありがとうございます。